こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日はクリームチーズを使って滑らかでコクのある茶碗蒸しを作りたいと思います。では行ってみましょう。はい、まずボウルに卵を割り入れます。次にだし汁も加えます。コクとクリーミーさを加えるためにクリームチーズを入れます。電子レンジで20秒ぐらい温めて柔らかくしてください。卵とだし汁をまずよく混ぜ合わせます。で、粗熱が取れたクリームチーズも加えて混ぜ合わせます。混ぜる際はなるべく泡立てないように白身が切れてクリームチーズが合わさるような形に混ぜてください。卵液はダマになったりしないようザルで2度ほどこします。一度目は大概クリームチーズが固まって残っているのでよく混ぜてあげてください。二度目は泡立て器をかき回せながらこしてあげてください。容器は茶碗蒸し用でなくても大丈夫です。うちではコーヒーカップを使っています。お玉で均等に容器に注いでいきます。今回は特に中身に具を入れていませんが、ベーコンやキノコなどお好きな具材を入れていただいても構いません。お手持ちの器の形にもよりますが、今回の分量はだいたい 3,4 個分です。もし表面に大きな泡があったりしたら用紙などで潰してあげてください。で、アルミホイルで蓋をします。容器がすべて入る大きめの蓋付きの鍋を用意します。お鍋の中で容器がガタガタしないよう布巾を入れます。で、茶碗蒸しの器をお鍋の中に均等に入れます。お鍋の中に茶碗蒸しの容器の高さの半分ぐらいまでお水を入れます。お鍋に蓋をして火にかけます。最初の火加減は中火にします。お鍋がゴトゴトいってきたら弱火にし、7分熱します。7分経ったら火から下ろします。で、下ろして7分またそのまま蓋をして蒸らします。はい、蒸らし終わったので中を見てみます。さあ、ちゃんとできているでしょうか。はい、ちゃんと固まってました。最後に三つ葉と海苔をのせます。はい、完成しました。はい、茶碗蒸しいかがでしたでしょうか。早速、試食してみたいと思います。すごくクリーミーな感じにクリームチーズが入っているのでなると思います。もし出汁がない、外国に行って出汁がないとかですとか、そういった場合は、出汁の代わりにコンソメだったりチキンスープストックだったりを使っていただいてもちょっと洋風にはなりますが同じように作れます。そして今回は皆さんがお家であるもので作れるようにお鍋で作ったんですけれど、実はうちではインスタンポットという電気圧力鍋を使ってます。で、こちらインスタンポットなんですけど、こちらだと、電気なのでピッとこの1分間マニュアルをしていただいて、もうあとは放っておくだけで簡単にできてしまうので、もしインスタンポットを持っている方はぜひこれで試していただければと思います。マニュアルで1分です。はい、そんな感じでクリームチーズ入りの茶碗蒸しでした。ぜひ高評価とそれからチャンネル登録もお願いできましたら嬉しいです。それからこれを作ってほしいですとか、あとこの辺がもうちょっと詳しく知りたいなど、質問などありましたらぜひ YouTube のコメント欄に書き込んでいただければと思います。ではまた次回に。ゴロゴロキッチンでした。